さて、毎月第3第4火曜日でお伝えしている測る大切のコーナーですが、今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるということになっています。ラジオ放送終了後にはラジオ関西の動画配信コーナー、またはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。今朝は100周年プロジェクトの佐藤澄子さんにお話を伺います。佐藤さん、おはようございます。おはようございます。いつもは商品検査センターの井川さんにスタジオでお話を伺ってるんですが、コープスコープ測る大切のコーナーもテレワークを始めております。今回は来年2021年に100周年を迎えるコープ神戸の100周年プロジェクトの佐藤さんをゲストにお迎えしてお話を伺うという形になります。今日はお知らせがあるそうですね。はい、そうですね、今回は以下に代わりまして、現在取り組みを、進めています兵庫まるごと健康チャレンジのお話をしたいと思います。はい、ラジオ関西でも兵庫県生活協同組合連合会と協力して、今年の2月からですが兵庫まるごと健康チャレンジの取り組みを推進しております。そうなんです。兵庫まるごと健康チャレンジはもともと医療生協の皆さんが、健康チャレンジとして取り組んでおられてました。2018年度からは、兵庫県下の、会員生協やさまざまな、団体の皆さんでの取り組みとなりましてですね、農協さん、漁協さん、森林組合の皆さんにもご協力いただき、兵庫まるごと健康チャレンジとして3年目を迎えることになりました。はい、なるほどね。まあ、そしてこの健康づくりの取り組みですけれども、赤い熊のキャラクターの コウスケでおなじみのコープ共済の健康づくり支援企画の一環ということなんですね。そうなんです。ですので、兵庫だけでなくって、全国各地でもですね、同様の健康づくりの取り組みが行われておりまして、はい、例えば青森では生活協同組合コープ青森、兵庫、すいません、青森県民生活協同組合が、弘前の大学と連携して青森健康チャレンジなども行われているそうです。なるほどね。まあ、特に今皆さん外出を控えていらっしゃると思うんで、こういう時こそ自宅でできる健康づくりっていうのがあるといいですよね。そうですね。佐藤さんのおすすめの取り組みってあります？そうなんです。この健康チャレンジ、8つの取り組みがあるんですけれども、はい、やはりまずはですね、あいうえ体操、これならご家庭でも簡単にチャレンジができます。はい、気軽にチャレンジ健康習慣づくりということで、始められる、もう簡単に始められるもののトップにこのあいうべ体操っていうのがあるんですね。そうなんですね。はい、これはあいうべという音に合わせて口や舌を動かすというものなんですよね。そうです。口呼吸からですね、はい、鼻呼吸に変えるとですね、鼻呼吸に改善することで感染症の予防なんかにも期待されていると言われています。はい、これは発音ですから、しっかりとあはあと口を大きく開けてあで、あいは横へいで、うーとこう唇を突き出す形、そして、べーというちょっと舌を出してべーという、この4つの運動だけなんですけれど、発音だけなんですけれど、これがまたいいんですね。この口呼吸から鼻呼吸に変えられるということなんですね。そうなんです。それでまたできるだけ大げさにやってみるのがいいみたいですね。はい、何でもいびきを抑える効果もあるって書いてありますね。はい、書かれています。ね、また一度に行うのではなくって、はい、10セットを1日3回、はい、朝昼晩やっていただくというのがいいみたいです。これですから合わせて30セットあいうべというのをねやるというわけですよね。この一緒に、はい、はい、一緒にやってみましょうか。はい、じゃあやりましょうか。はい、3、はい、あーいーうーべーで、これを10回やって、でそれを朝昼晩と10回ずつということで合計30と
ということになるわけですよね。そうですね。この兵庫まるごと健康チャレンジなんですが、その、はい、募集についてのお知らせということになりますが、これは、はい、健康習慣始めてみよう、このまず、パンフレットちょっと冊子をね取り寄せていただきたいということになりますが、これは、まず兵庫まるごと健康チャレンジの係の方までお申し込みをいただくということになります。これはラジオ関西です。郵便番号で言いますと 650-8580 ラジオ関西兵庫まるごと健康チャレンジの係で、送り先の方にあなたのおところとお名前とそれと電話番号、さらにはその参加人数ですね、ご家族の人数分のこの、チラシをお渡しいたしますので、お送りしますので、その人数も必ずお書きになって、まずは取り寄せていただきたい。でこの中にいろいろとチャレンジ、8つのチャレンジするものがいろいろと載ってます。今ご紹介したあいうべ体操以外にもですね、いろんな例えば禁煙や適度な飲酒とか正しい手洗い、これ今すごくね、大事になってますよね、はい、あと食べたものを測ったり血圧を測ったりという、まあ、普段やってる何気ないことをもう一回ここでちゃんとやってみましょうということなんですよね。はい、そうですね、はい、そしてはい、はい、もういよいよ来年がその2021年ということなので、それに向けて、はい、100周年に向けて動き出すというわけですね。ありがとうございます。2021年コープ神戸は創立から100周年を迎えます。現在ですね、組合員の皆様の声をもとにですね、2030年に向けたコープ神戸のビジョン、ターゲット2030作りに励みます。で、組合員の皆さんやあと職員からも健康で生き生きとした毎日を送りたいというお声をですね、たくさんいただいております。健康づくりより、健康づくりっていうのはですね、一人よりも二人、二人よりも三人、みんなで一緒にですね取り組むということが大切ですので、ぜひですねこの機会にまずは兵庫まるごと健康チャレンジにご参加ご応募いただきたいなと思っております。はい、ぜひ皆さん一緒にというのが大切なことになりますのでね、ぜひご応募いただきたいと思います。今朝どうもありがとうございました。ありがとうございました。この模様はラジオ関西の動画チャンネル、またはコープ神戸商品検査センターのホームページからでもご覧いただけます。今朝はコープ神戸100周年プロジェクトの佐藤澄子さんにお話を伺いました。